お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、久しぶりにヒールさん重視を使ってですね、まあやっていこうかなと思いますね。まあ普通に三重視で、まあ今バルキリーが強いんで、バルキリー枯渇三重視の、まあ、ヒールというわけで、はい、まあやっていきますね。最近というかもうヒールを使ってる人とかほぼっていうかもうほぼ全く見ないですね。全く見ないんですけど、まあ今、まあ使ってみたらどれぐらい強いのかっていうのをですね、まあやっていこうかなと思います。で、別にヒール自体は、そんな強くないけど、めちゃくちゃ弱くはないと思うんですよね、自分なりに。はい。ということで、相手がダクネ、ゴレかな。はいはい、まあそうですね、ゴレですね。なんで、ゴレだったら今、ゴレのトルネザップ型とポイズン型が多いんで、逆にこれポイズンだったら勝ちですね。かトルネザップ、ヒール構えて、でも相手が何もしてこない。いやー、まあまあまあ、ここはダメージ受けたんですけど、この三重視9コストがもう丸々残ってるんで、あれ相手早っ、なんかスケルトン。まあ、はい、こういうこともありますね。ってことで相手がゴレライ、ゴレライ、まさかのゴレライですね。なんでヒールは三重視に打ったところで意味がなく、なんでガゴムレをうまく使っていきたいですね。でも相手が矢の雨かどうかが分かんないんで、まだこれで矢の雨来たらマジでしんどいですね。ザップとか打ってきたら気持ちいいんですけど、矢の雨が、あ、これはもうヒールで1個落ちましたね。はいはい。で、この間にディガー飛ばして、やばい、このスケート、これザップ打って、はいはいはいと、これでもうアド回収しつつ、で、タワーも降り、エリポンも溜まって、はい、もう、これは勝ちの流れですね。これエリポンどっちに置くかっていうのすごい悩むんですけど、こっちっすね。1300側にゴレ、はい、来られて、そのままおられちゃいそうだったんで。で、これは、三重視固めてライトニング回避なんだ、飛来神っすね、飛来神。これディガー出して、はい、えい、これで多分トルネ来るんで、そしたらヒールでガゴムレも出してあげて、でこれバルキリーやられちゃうんですけど、その間にガゴムレで守れてるんで、これははいはい、まあもうやんちゃしちゃってますけど、あと30秒なんで、これはもう勝ちましたね。はいはいはい。でもこれはもうキング削りいって、よいしょ、ここでヒール、はい、おじいじ、よいしょ。いやー、待って、ワンチャンある、ワンチャンある。さては、普通に強いかもしれないですね。今ゴレが多い、ゴレが多くて、あとはペッカーファイブとかもあるのか。けど、まあまあまあ。全然、ありな感じがしますね。まあ、今のは、結構相性良きだったかな。はい。ということで、次ですね。で、まあ、何がしんどいか、三重視自体が、クロスボウにしんどいんですけど、これは美味しい。クロスボウにしんどいんですけど、クロスボウのテスラが過保を受けて、高回転クロスが最近、あんま見られなくなってきたんで、だから、三子が普通に強いかなとは思いますね。で、そこにワンチャンのヒールですね。はいはいはいと。で、エリポン行って、相手がファイボ、ヤリゴブギャング、プリンセス、バレル。あー、なんか高回転のやつですね。これ美味しいですね、さっきから相手の位置が。でこれでガゴムレ飛ばして、まあプリンセス読みのディガーするけど、外れてもヒールでなんとかなるみたいな。ほら、おおおおお、それは予想外、それは予想外けど、まあまあまあ、ですることないんで、これザップってカード回して、ここでリボンすね。で、まあ、ギャング来たらギャングで守って、バレル来ても後ろギャングバルキリーもあるんで、
これはいけそうですね。バレル飛んできた瞬間に、まだ回ってないか。バレル、うわー、やばい。で、僕ここでまだ待つんです。はいはい、はいはい。で、ここでリガー飛ばしてガゴムレに、あーまあまあまあ、ガゴムレにじゃないよ、ギャングにザップ捕まえだったんですけど、まあまあまあ、バレル飛んできたら、いやーでもハシマイプリン警戒したいんですけど、いや、バルキリーだけ構えておいて、いや、いやーなかなかだるい。でプリンセス、あーやばい、これサタやばいなけど、ここで今相手はファイブサイタンで、ふぅ、こっからっすね、こっから。これなかなかめんどくさい。で、バーバリアンもいるんで、多分右2の方にバーバリアン出されるんで。いや、出さないか。これは。そうっすね。で、ここでヒールして、相手が左に気を取られてるんで。やばい、今の意味わからんザップがしちゃった。やばい、やったやばい、これファイボで、あー待って、バルキリーだったんなら防衛できた。いやー今のはもったいないな。今のはさっきちょうどガゴムレにファイボ咲いてたんで、焦って端前ガゴムレせずに、バレルを飛んできた瞬間にバルキリー出してれば完封できるんで、いやー今のは勝てたのと、あとディガープラスのあのヘタクソザップがやっちまったなって感じですね。はい、っていう形で次で、はいはい、これはもう死んだ、意外と死んだな。このここに30しかないっていうのが結構困る。あ、ガゴムレでもいいか。はいはい、で相手ザップで、まあベビドラとかあるんで、先にガゴムレ出しちゃうと良くないですよね。あれ来ないっていうことで出します。あー、なるほどね。これは1個落とされましたね。ですけどもうこれはもう1個捨てて、はい、エリポン置きます。切り替えですね。あ、ではファイボザップアーチャーガゴゴレ、おお、やばで、このエリポンを守りたい。このエリポンを守れたらでかい。オッケーオッケー。相手しかもスケラ4だ。いやー4だけどですね。相手がゴレ出した瞬間にガゴムレディガーとかしたいんですけど、なかなかそんなことはしてくれない。まあまあ三視点かいきますか。で相手なんかすごいデッキだな。ここでなんかミニペとか来たら嫌だなーって言ったらミニペ来た。待って、危ない。今ディガーがというかザップが絡った。はいはい、まあまあまあ、このバルキリーの強さが出ましたね。ねえ、この3000が意外と怖い。はい、まあとりあえずエリポン来ますね。置いて、相手ザップなんでギャングがしんどい。しかもミニペなんでバルキリーギャングとかしたら1個落とせる気がするってことでいきます。でこれに5打ってくれたら美味しい。これは美味しいですね。これもう3種固めると多分回された5が結構しんどい。ガゴアーチャーとかなんで、でこの光栄はガゴムラ当ててザップって、でも逆サイこの間に攻めつつ、でキングタワーがあるんでスケラはそんなに怖くないと思いきや、めっちゃ痛いやん。あれ負けたくない、これ2連敗やん。え、なんじゃこれ、なんじゃこれ。ちょ、これあれ多分ザップだ。そんなことある。はい、というわけで、まあまあまあ、結果通りですね。ヒール30し。まあ、使い方もあるかもしれないですけど、
まあ、今の環境には合ってないというか、まあヒールそんなに強くなかったです。はいはい、というわけで終わります。よければチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバイ。